マリア・エリーザベト・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フランツ一世と、皇后マリア・テレジアの間の第一子、長女。両親が、帝位、王位につく以前に溶接した。全名は、マリア・エリーザベト・アマーリア・アントニア・ヨーゼファ・ガブリエラ、ヨハンナ・アガータ。神聖ローマ皇帝カール六世の初孫として生まれ、誕生に際しては、多くの人々の観光を受けたものの、 両親は男児を望んでいたため落胆した。祖父カール6世は活発な性格のエリーザベトを大変可愛がり、祖母のエリーザベト皇后と同じ、リースルの愛称で呼び、非常なはしゃぎようで初孫と一緒に遊んだ。ラクセンブルク宮殿に家族と一緒に滞在中だった1740年6月7日、にわかに発病して激しい嘔吐を繰り返した。イケーレンと王都を繰り返しながら、 同日中にわずか3歳で死去した。意外は、カプツィーナー納骨堂内のいわゆる、マリア・テレジア納骨堂に埋葬された。両親は1743年に生まれた娘にも、マリア・エリーザベトと名付けている。エドウィン・ディルマン、マリア・テレジア、DTV、ミュンヘン2000、ISBN3 から423310286、S26、サビーヌ・ウェイス。 ツアーヘアーショフトゲボレン、キンシットウントユーゲントイムハウセハプスバーグ、フォンカイザーマクシミリアンビスクローンプリンツルドルフ、ティロリア、インスブルック2008、ISBN 978から3から702229726、70 S145。ありがとうございます。